私はこのアルバム右手でメロディーを弾いて左手で伴奏をしています。ピアノと同じですね。もう一つ左手には役割がありまして、この上についている銀色のレバーなんですけれども、これは一体何かと言いますと、半音にするため の、 なんだろう、パーツになります。ピアノでいう白い鍵盤だけが並んでいる状態でして、黒い鍵盤、シャープとかフラットの音を出すためにはこちらを上げることが必要なんですね。わかりやすく赤の弦がファ、今ファもナチュラルなんですけれども、同じく赤い色